よし。というわけでどうもシャルトモンです。はい、どうも。今日はですね、なんで集まってもらったかと言いますと、なんかよろしいね、このね、もう景色を見てもらったら分かります。僕たちジムに来ております。はい、よろしいです。一言だけ言わせてもらうと、長崎帰って次の日は来て筋肉痛ですよ、それ。このハードスケジュールをちゃんと乗り越えるためにも、そういう体力作り、筋力作りを筋肉使ったすぐにつけたら、いっぱいつくっていう。はそれを今日の朝、どんな反応してたんだっけ、起こしたら。シハン寝坊してて、シハン、もう時間よって言ったら、どうしたどうしたシハン、いや俺もう電車乗らんといけんけ、もうそろそろ起きんと、マジやばいよ。え、ちょっとどうしたどうした。今日マジでマジそう寝ぼけてた。だからなんか事故が起きずっとどうしたっつってどうしたって思って言われても全然何も理解できなくて、今日何があるのマジでマジでいや、そんなことはどうでもいいんですよ。というわけで、僕たち今日は、ジム、セブンワークアウトというジムに来ております。はい、はい、そこでね、今日は僕たち4人だけじゃなくて、女性を、の、こう言ってんで、4人の皆さん、美女を、美女会美女いいね。じゃあ紹介しましょう、こちらの方です、どうぞお前かい。なんだここに今、デンってこう、明かりってこうエティラの明かり。なんか朝からいるなと思って出る側やったね、遊びに来る側やったな。で、今日はこの5人で、はい、ジムも初心者、まあ、カラス君もね、ちょっとジム行ってるからなんとなくのね、はい、唯一経験者だけど、ちょっともう全くの初心者がジムに通ってみたらどうなるか、うん、筋肉作りやってみたいと思います。はい、そこで、はい、そこでですね、はい、今回はスペシャルゲストを用意しております。いいんですか。はい、あの人ですよね、はい、知ってるよ、あの人。いや、俺もあの画面の向こう側でよく、うん、あの拝見させてもらってます。あのすげえ歌ってる人だよね。すげえ歌ってる人。じゃあ早速、はい、紹介しましょう、はい、こちらの方です、どうぞ。うわー、フードワイフのミニちゃんです。ミニちゃん、よろしくお願いします。僕が喋るんです。バリーズ自分今 YouTube やってまして、はい、一緒にやってる相方のように呼んでもいいですか。あ、ぜひぜひ。教えていこうかなと思います。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、はい、というわけで、今回指導してもらう方を紹介します。はい、ケンさんです。はい、ケンさん。なんかみんなガタイやっぱ好きよ。そりゃそうだよ。あとなガタイガタイもいいやけどそうガタイは分かるけど、なんでそんな足長いんかな。めちゃくちゃいい。まずは何をやってみましょうか。まずは、多分みんなご存知かもしれないですけど、トレーニングといえばやっぱりベンチプレス、ね、ベンチプレス、これやっていただきたいと思うんですけど、はい、経験者の方いらっしゃいますか。一応ちょっとだけやります。はい、うーすげえな、経験者ベンカつくわちなみに男性の平均ってどれぐらいある。成人男性の平均だと大体40キロぐらいですね重いぞケンさんはどれぐらい。僕は130。すげえやけど平均男性の3倍ぐらいじゃあ早速よろしくお願いします。はい、周りバーを押してあげるだけなんですけど、はい、グリップ掴む位置が大体このラインに中指と薬指が当たるんですよ。ほう、なるほど。上げてで胸の、乳首の下のあたりですかね、はい、に落としていく。ほう、二度落ちで、しっかりこの時胸につくように。あ、つくよ。ちょっと胸張るのかな。そうそうそう。で、押す押す。おお、繰り返していきましょう。おお、なるほど。筋肉好きにはたまらんね。すごいこの辺やばいめっちゃかっこいい。じゃあまず経験者から経験者。あのさ、その経験者っていうのやめてくれ。卓球ができます。ちょっと
殺す気ですか救急車呼んどいて、ちょっといきなり重いのやると危ないので、少しずつ重量を上げてウォームアップしながらやりましょう。わかりました。これ身長によって手幅変わるので、そうそう、身長大きいほど狭くなっていく。逆だった。分かりにくいですね。10回やりましょう。1 10回やばだって。カンスプルプルしてない。6 7 810です。よっしゃ、安定して、あと、ね、呼吸してください、ね、はい、呼吸ですね。呼吸はこう、呼吸は、下ろすときは息を止めて、押すときに向き吐く。はい、できれば声とか出せるといいですね。なるほど、頑張って。1、ほい、おお、2、お、声出して、声出して待って、にゃーって、なんて言うの、にゃーって、にゃーって、のにゃーにゃーにゃー違う。にゃー。キュー。死にかけ。にゃー。すごい。昨日酒飲むじゃなかった。すげえや。やっていきます。でも結構マジでフラフラですよ。マジ。行きましょう。はい。はい。重て。胸板細っ。にゃー。にゃー。押すねこれ。にゃー。絶対押すねこれ。にゃー。5、うわぁ、あんま気づいてへんか。おもしれぇ。はいはい、おもしれぇ。はいはいはい、はい、俺できるかな。うんにょぉ。笑っちゃった、笑っちゃった、笑っちゃった、もう胸つかんの。あ、もうでも、はい、6、おぉすげぇ。でも、みんな20キロはね、普通にできましたね。そうですね。そうか、この倍ですよね。そうですね、倍ができるんですよ。40や。じゃあ最後、ちょっと、ゆずの女性が、女性、ちょっと女性だときついかもしれないですね、このバーだと。チャレンジですね。チャレンジ、一旦チャレンジ。やばい、でも、怖い、怖いです。枝みたい。お前、7で違う、名産で。頑張れ。ちょっと笑ってない、笑ってない、笑ってない、真剣真剣に止めて、頑張れ、痛い。言えます。俺がまたこれは、でも上げたらすげえということで、上げたらすげえよ。出ました。いや、胸までは本当に来てくれる。上げます。はい、両サイドちょっと上げます。一緒、せーの、ほっ。じゃあそのままゆっくり、もう腕が上げる。うわ、無理。足を上げんで、足を上げんで、やっぱりよね。やっぱり60は結構、やっぱ個人の体重とか筋肉量にもよるんで、自分の体重ぐらい上げられれば全然強いですね。ああ、じゃあ自分の体重ぐらいなんですね。目標は自分の体重、体重は最重ですね。お、じゃあ上げますよ。はい、いきます、せーの、ほっ。ああ、すげえ、やってみ。これでも決めたら俺の勝ちってことやろ。そうです、優勝っすよ、優勝っすよ。じゃあ上げます。はい、せーの、ちょっと前ですね、下げますよ。ちょっと待って、はい、ちょっと
もうこの時点の俺無理って分かった。じゃ最後行こう。じゃこれあげたらすげえわ。おっすげえかな。ちょっと手幅長めに多分持てば。そうっすね。もうちょっとここら辺結構短めに持つと胸までしっかりつけられない。ここら辺の。ああ。これ補助いります俺ら。一回ちょ上げてみて。わかりました。じゃはい。あむっちゃ重い。一応補助しよう。あきっつ胸まで置いて、あげる、いけういけーいけーいけー無理だあーやっぱ60無理なんやきっつ惜しいちょっと待って、冷静に考えてこれ60円130マジっすか、以上やからね。でも結構60までだと普通の精神ダンスだと1ヶ月ぐらいで取れるんですれば、まあ炙っちゃう人も上がってる。えぐ、ー、ちなみにみーちゃんいくら上がるんですか。俺今あんま上がんないっすね。多分90上がったり。えじゃあ60って上げれば軽いっす。だからみんな3人とも60は軽い。軽い一応みんなやります。60ちょっと見たい見たい見たい。受験さん補助で。いや兄ちゃんがすごい嬉しい。すごい。うわどれぐらいの期間で今のケンさん完成したんですか。今の体重はまあ減量してるからちょっと少ないんですけど、70キロぐらいまで行くのにはだいたい1年ぐらいで行きました。はあ、1年か。とりあえず1時間休憩はする。うわあ、早いよ。どんだけ休憩、まだ始まったばっかり。ありがとうございました。ありがとうございました。